ストア。よし。ナミ、このトナカイは一体？私の仲間よ。立派な繊維なの。よし、私たちと勝負して勝ったら風車をあげよう。バトル、ファイト。
コン。よっしゃー、バトルファイト。よっしゃ、
見ろ、チョッパー。俺様の8000人の部下の幹部どもだ。おお、すげえ。これがいつも言ってるウソップの部下なのか。よし、巨大な海賊団を退治した俺たちの実力をちょっとだけ見せてやる。バトル、ファイト。俺だって分も出しちゃい。え、俺全力だ。グロッキーリングを素手で戦ったり、ソラサメを倒したり、ゾロは刀がなくても強いな。まあな、だが刀は剣士の魂だからな。本気の時は刀を使う、それが礼儀ってもんだ。そう、剣には俺たちの魂が込められてるんす。おお、ゾロかっこいい。って、本気で勝負するのかよ。バトル、ファイト。俺だって行くわよ。
そう極端に大きさが変わると立ち筋が決まらねえぜ。俺にはランブルボールがあるからな。他のゾーン系の能力者より強いんだ。スタート。タイムアップ。ルーズ。チョッパーのランブルボールみてえに俺にも七段変形する薬作ってくれよ。ルフィは俺と違ってゴムゴムの実の能力者だから変形はできないぞ。バトル、ファイト。無理だよルフィ、
ルフィは変形できねえんだ。そっか、変形できねえのか。じゃあビームが出る薬をくれよ。そんなものできるか。普通は3段階だけの変形を7段階にするなんて、あんたやるじゃない。そんなことねえぞ、この野郎が。そのランブルボールってやつ、あちしに使ってみたらどうなるのかしら。え、ボンちゃんが使うのか。それはダメだ。そんなこと言わないで、ちょっと貸しなさいよ。ファイナルバトル、ファイト。あらよっと、おら、はい、俺だって。このランブルボールは俺の偏見に合わせて作ったんだ。ボンちゃんが使ったらどうなるかわからないぞ。ガーハッハッハ。じゃあやめとくのねん。やっぱりあちしのしなやかバディは日々のレッスンでしか身につかないのね。俺が名医おだてても何も出ないぞ、このヤバカワン。